はい。というわけで、今回はですね、4回目の新型コロナウイルスワクチン、えー、こちらをね、打ってまいりました。ということで、ね、また経過報告なんかをね、えー、せっかくなのでどう,いう印象かなというふうに思います。前回自分が打ったのがですね、えー、3回目4月に打ったんですよ。なので、7ヶ月ぐらい経って、今回4回目。今回は、えー、前回モデルナだったんですけども、 え、ファイザーと、いうことで、え、1回目、2回目がファイザー、そして3回目がモデルナ、4回目がファイザーと、いうことでね、ファイザーのワクチンを打ってまいりました。14時半ぐらいの接種だったので、そのね、前に、午前中のうちにですね、え、奥さんと一緒に食料だったりとかね、え、動けなくても大丈夫なようにというか、そういう買い物をしてですね、え、準備をして、14時半に、 えー、接種をしてきたという感じなんですけど、今回はですね、えー、と、前回自分一人で打ったんですけど、今回は奥さんも一緒に打つということで、えー、二人ともね、もしかしたら、えー、熱が出て、ぐったりしてっていう感じにはなっちゃうかもしれないっていう感じではあるんですけど、まあ、今回なんでそうしたかっていうと、まあ、あの、一人でね、全部こう、面倒見てやるんだったら、もうむしろどっちも寝込んじゃってた方が、 何かあった時に何もしなくていいからいいかもね、みたいな話になりましたですね。まあその時はその時だろう、みたいな感じで。今回じゃあ一緒に打ちに行こうということで、一緒に打ちに行ったという感じなんですけども、えー、今のところですね、まだ、今撮影してのが23時ぐらいなので、えー、1日目打った当日はですね、特にまだ、えー、若干ね、このね、打ったところの痛み、あとは前回もありましたけど、脇のね、えー、リンパ腺の、 腫れというかね、ちょっとその感じが出てきてるのと、あとはですね、若干ね、胸が痛いかなみたいな、呼吸苦しいかなみたいな感じはありますね。前回はそういうのはなかったんですけど、今回初めてかな。そんな感じがします。痺れっていうまでではないけど、手の違和感みたいなのは若干打った側はありますね。ちょっとあの、ここの痛みとはまた違うような、痺れまでいかないけど、ちょっと変だなみたいな感じはある気がします。 ませっかくなんでね、えー、熱測ってみようかなと思いますが、はい。まあさすがにね、4回目ぐらいになると、あの、結構ね、ツイッターの方でもリプいただいたんですけど、あんまり副反応起こりませんでしたよ、みたいな。やっぱりね、あの、4回目も結構ひどいなっていう方も周りにはいたりしたんで、ね、それぞれ個人で出方、副反応の出方、ちょっと違うなっていう風に思うんですけどね。で、今さっき聞いたらですね、奥さんも熱はまだないけど、 みがちょっと痛いかな、ぐらいな感じと言っておりました。はい。というわけで、えー、今現在ですね、見えるかな ?36 度5分ということで、熱はないですね。はい。これから、えー、まあ、まだね、あの、全然具合とかは悪くないので、編集とか撮影して、で、えー、明日以降、またどうなってるのか、えー、随時ね、動画にしようかなというふうに思っております。<music> はい。というわけで、えー、ただいま編集とかね、いろいろやることを終えまして、夜中の3時になってるんですけども、ちょっとね、本当に寒気がすごいっていうのと、体がね、熱くなってきたんで、熱が出てきたのかなっていう感じがします。えー、まあ、この後ね、えー、すぐ寝ようかなと思うんですけど、やっぱりね、編集始めちゃうとね、最後までやらないとっていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。なので、まあ 一つね、動画を終わらせて、えー、今ね、ようやく一段落ついたということでね、えー、熱測ろうと思います。まあ、この動画見てる方はね、あの、4回目受けるけど、実際、副反応どんな感じなんだろう、みたいな方が、えー、調べてくる方が多いのかなっていうふうに思うのでね、参考になればいいかなというふうに思っております。これが本来の YouTube の使い方なのかなっていうふうに思いますけどね。まあ、たまにはね、こういう動画があってもいいのかなというふうには思っておりますが、はい。まあ ちょっと、見えるかなはい。えー、7度4分でございます。はい。えー、熱上がり始めって感じですね。えー、ただまだ、ちょっと寒くてですね、これからちょっと熱上がりそうだな、とう思うんでね、すぐ寝て、明日、また、えー、何か変化があったらね、動画にしようかなというふうに思います。はい。えー、おはようございます。えー、今ですね、えー、ちょうど5時でございます。 えっと、寝たのが3時なので、えっ、ー、と、2時間ぐらいあったんですけど、1時間寝れて、残りはもうね、寒気としんどさでですね、ペットに寝てらんなくてですね、起きてまいりました。<laughs> ほぼほぼ寝れてないんですけども、えっ、ー、と、この感じはがっつりまた熱出てるなという感じでございます。せ、えー、っかくなんでね、えー、こういう形で動画に残せれば、 まあこういう副反応を起こす人もいるんだっていうのをね、皆さんにも参考程度に見ていただけるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとね、しんどいんですけど、これもね、せっかくなら映像として残そうかなというふうに思います。じゃあ、せっかくなんでね、えっと、ちょっと待って頭が回らないんですよね。えっと、体温計、熱を測ろうと思います。ちなみに奥さんの方は、えっと、さっき熱測ってもらったら7分2分ということで、めちゃめちゃぐっすり寝ておりまして、 えー、こうもまた顕著に自分と差が出るかっていうぐらい、えー、の動差が違う感じであります。はい。多分今熱あるんでしょうけど、またここから熱上がりそうだなっていう感じがしております。まあちょっとね、横になって寝れないので、まあこの作業場でね、椅子でちょっと仮眠程度に、 えー、寝れたらいいな、みたいなぐらいの感じでね、今日は過ごそうかな、というふうに思います。ワンチャン熱が下がればね、ベッドで横になれればな、というふうに思うんで、えー、そのタイミング見ようかなと思います。というわけで、見えるかな ?8 度6分でございます。えー、だいぶ上がってきましたね、えー。寒いので、おそらく9度前後、また前回みたいな感じでね、えー、行くのかな、というふうに思っております。はい。というわけで、まあちょっと寝れないのでね、仮眠しつつ、 えどうせなら作業しようかなというふうに思います。はい。というわけで、えー、ちょっと寝てね、起きました。今現在10時でございます。あんまりしっかりとは寝れなかったんですけども、まあなんとかね、えー、2時間ぐらいは寝れたかなっていう感じですかね。えっ、ー、と、今ですね、絶賛頭が痛いのと、あとは、まあ寒気はちょっと収まったんですけども、えー、もうね、肩の方はちょっと晴れパンパンになってきて上がらなくなってきましたね。 はい。そんな感じでございます。えっ、ー、と、熱が下がらないので、えっ、ー、と、鎮痛剤を飲みましたけども、今現在熱どんな感じなのか、えー、見ていこうと思います。結局ですね、えー、あの後、また、しんどくなって熱を測ったところ、39度2分まで上がりました、という感じです。今は、それよりはちょっと楽ではあるんですけどね。なので、 えー、どんぐらいだろうな。8度前後かなっていう感じは、えー、自分の感覚ではありますけどね。はい。というわけで、えー、こちら38度2分でございます。えー、1度ぐらいは下がりましたけどね。えー、ちょっと薬を飲んだんで、その効果が出るまではね、まだちょっとしんどいかなっていう感じですけどね。はい。とりあえずそんな感じでございます。というわけで、えー、今ですね、2日目の16時になりました。えー、あの後ですね、すぐ、 熱が下がりましてですね、えー、今までずっと寝れたという感じでございます。今だいぶ落ち着いてて熱も下がってるんじゃないかなっていう感じなので、だいぶね、えー、やっと体が楽になってきたかなという感じです。まだ若干頭の痛みはあるんですけども、えー、またね、こっから熱が出るかどうかっていうところですね、えー、鎮痛剤が効いてる感じはすごいするので、えー、それが えー、亡くなった時にどうなるかっていう感じはありますけども。とりあえず今のところは体だいぶ楽になったという感じでございます。2回目の時は1回下がりましたけどまたね、熱が上がって本当に、えー、3日目まで熱が出てた記憶がありますけども。はい。というわけで熱下がりましたね。36度ということでね。えー、だいぶ体は楽になっております。ワンチャンね、このまま熱が 何もない状態でね、明日迎えられればね、えー、すぐに仕事復帰できるなっていう感じなんですけどね。とりあえず明日まで休みは取ってあるので、えー、様子を見ようかなと思います。3 <music> 日目の11時、朝11時になりました、えー。昨日あの後から熱も出ることなく、えー、普通にぐっすり寝れたということで、まだね、若干関節痛だったりとかね、腰がすごい痛いなとか、あとは、 打ったところ痛いなっていうのはありますけど、えー、あと若干頭痛いかなぐらいですかね、えー。ただ熱はなく、とりあえず体調的にも戻ってきたんじゃないかなという感じでございます。はい。まあ、最後ね、熱を測って、えー、終わりにしようかなというふうに思います。はい。というわけで、三、え、十、ー、36度4分ということでございます。 はい。というわけでね、4回目接種受けてきましたけども、えー、自分の副反応こんな感じでしたということでね、えー、皆さんまだ受けてない方はね、参考程度にしていただいて、えー、コメントでね、えー、皆さんはどんな感じだったのか受けた方ね、ぜひコメントで教えていただければなというふうに思っております。はい。というわけで、とりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。<laughs>